5月下旬、1週間逃亡生活、東京編を終えた第2グループは会議室に集まっていた。第2グループではメインの企画が終わるたび、総会と呼ばれる会議を丸1日かけて行う。よくあるのが映像からも一気にこうタイムラインに投げてそのままの形式でやると思うんですけど、それはちょっともうやめてほしくて。会議の内容は制作体制の改善や投稿するまでのプロモーションなど多岐にわたる。特にこの1年間は上映会やブルーレイの発売など新たな試みが多く、試行錯誤が続いていた。もう1個のメインの動画を出すのに付随して、まあ、いろんなものをくっつけたわけですよ。確かに。でこう単なる動画ではなく、イベントごとお祭りとしてしっかりこの1週間逃亡生活東京編っていうのを、まあ、盛り上げたと。でちゃんとその結果がなんかメンバーシップだったらメンバーシップちゃんと伸びたし、でサブチャンネルだったらサブチャンネルもちゃんと回ったし、まあブルーレイペーパービューもちゃんと売れたしっていうのも、まあ、結果としてちゃんと数字が出たと思ってます。なんでこれをちゃんと続けていけば、まあ、しっかり第2グループとしてまあちゃんと進んでいけるし、自分たちのやりたいことにしっかりお金を使ってできると。確かな手応えがある中、次の企画へと体制を整えていく第2グループ。そして6月、ラスベガス人生逆転生活の撮影が行われた。夏の定番だった1週間心霊スポット生活が昨年終わり、初めて来る夏の企画だ。ということで、今日から、約2ヶ月ぐらいかけて、ラスベガスの編集が始まります。イエーイ、人生逆転生活の編集が始まった。そして今回第2グループは新たな一歩を踏み出そうとしていた。まあ、今まで僕がいろいろ編集の総括をしてたんですけど、今回から、土井谷くんが YouTubeえー、井野くんが、ブルーレイ、ペーパービューということで、2人をこう担当にして進んでいくということで、お願いします。今までギャンブルに依存してきてよかったよ。今後の夏の企画を占う重要なタイミングで、土井谷は YouTube の編集総括に抜擢された。 YouTube の担当になったっていう。そうですね、ちょっと未曾有ですね、想像がつかない。今までブルーレイとかやってきたんですけど、ブルーレイはなんとなくその心霊とか逃亡とか、まあ、なんとなく想像がつくじゃないですか、フォーマットの。それをどういう、メキシコだったらメキシコっぽくするとか、東京逃亡だったら東京逃亡っぽいなんか話の進め方にするとか、なんとなく浮かぶんですけど、ギャンブルが全く想像がつかないので。確かに。ブルーレイはなんとなく なんだろう、まあ初見じゃない人が見るじゃないですか。ある程度その作品好きになった人が見るから、うん、割と無駄な部分も入れても別にそんな問題なかったんですけど、YouTube はそこを初見の人に当てて作らなきゃいけないじゃないですか。それがどういう感じなのかがまだ見えないです。とにかく想像がつかない。今日の会議で、はい、土井谷と飯野に任せるって言ってて、うん、そのなんかどういう狙いがあったのかなみたいな、うん、サボりたかったからです。本当はですね、うん、まあとにかく次の企画実はもう決まってるんですよ。で、なんなら次の次の企画も決まってるんですよ。で今次の次の次の企画を考えてるんですよ。いつまでも僕が編集をやっているようじゃ、多分第2グループの企画ってなんか毎回ちょっとずつなんかマンネリ化していく気がしてるんだよね、うん、面白い企画って本当に準備が必要だったりとか。岩田は以前から自身が編集を離れることを一つの目標としていた。第二グループがさらに上に行くためには先を見通していく必要があった。自分が離れるっていうのがまあ厳しかったんですよ。それがね、今年入ってまず服部が、
基本的に全体の管理統括やってくれました。でそこで僕のちょっとやってたことが若干負担が減ったりとか、今までブルーレイの、オフラインとかの統括を、去年の夏から土井谷がやるようになっていって、まあ僕の中でも土井谷に編集だいぶ任せられるなっていう感覚が結構あったと。メンバーの成長とともに、僕がいなくても編集が回るんじゃないかみたいな、逆に僕がずっと居続けたらメンバーは多分これ以上伸びていかないじゃないかみたいなのがあって、一回自分外れてもう任せきると。でもねこれはねどこまで我慢できるかなんです。本当にもうね言いたくなっちゃうんですよね。死ぬほどもその自分をいかに抑えるか、土井谷の中で作り上げる世界があるから、うん、まあ、それが明らかにこっちの方がいいよっていうのがあったとしてもどこまで言うのかっていうところですよね、うん、それぞれが新たな一歩に不安を抱えながら完成までのカウントダウンが始まった。だからなんか緊張感持たせるためにそのラスト1枚がどういうものが出ればで勝つのかみたいなのがさっきの UI の延長戦で出してもいいとは思う。でもナレーションは入る。この日土井谷たちはギャンブルシーンの情報の伝え方に頭を悩ませていた。まあ、新規には基本的に毎回向けてるんで、まあ、どんな新規が来てもとは思ってるんですけど、さっきもまあ言いましたけど、その、まあ、シンプルにギャンブル知らない人は動画を楽しめるような作りにはしたいんですけど、そのギャンブル好きなやつからなんかそのちょっと逃げたなとは思われたくないですよね。そこにも満足させられるような、まあその演出面とかで満足させられるようなものになってないと、ここまで俺がね今まで数百万使った勉強代が無駄になるんで。とりあえず今動いてもらいたいのが企画説明とギャンブル説明で、まあ一応今その ひな形みたいなナレーションを書いたけど、まあ西尾に割とその演出的なやつでも投げてもらって、ナレーションも全然ガンガン変えてもらっていいんで、自撮り式だからまあインサート以外だとその他の角度のやつがないから、ナレーションの映像がちょっと伸ばしたバージョンになりがちになりそうなんで、そこら辺でなんかちょっと細かいなんかあの説明のやつとかをタバハットリに結構投げるかなっていうイメージ。お願いします。そんな感じで、はい、そうそうそう、うん、第2グループのサムネ、あ、今回のサムネをいろいろ撮ったんですけど、1000枚くらい撮ったんですよ。おお。そう、でもとにかく不安だったので撮りました。良さげなやつを絞ったんで、はいはいはい、それをでもここまで来ても分かんないんですよね正直。確かに何度も見ちゃうと。そう、あのサムネイルをちょっと意味したいんで、最終候補生まで絞ったので、ちょっとみんなの直感、結構もうなんていうの、最初にパッと出た時の第一印象です、もうサムネイルというのは。あーいいね、あーいいね、じゃあの AV の感じ、こいつ邪魔なんだよマジで。消せないの？こいつのチャンネルだ。消せるでしょ。これもまあそこそこいいんだけど、ちょっと右のやつもヒゲっぽい。ヒゲすごいな。これヒゲだけ取れない。ヒゲすごいな。ルイージキャップ取ってカジノいるやん。西尾の、西尾がな出てくるとは思えないな。確かにな、西尾これ左こんなできたらすごすぎるもん。右手出てくるの。でもさっきの黒人も消せるってことでしょ。そう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 、えぇって言っちゃうからまさか、すごすぎるわ。西尾の右手ちゃんと出てくる。最後収まって、えぇ、えぇ、怖い、怖い、怖い、誰誰、怖い、一番怖い、怖い、怖い、ガチでどういうこと。ちゃんとタンクトップなの。いや確かにそうだけど、これはマトリョーシカってこと。怖い。このように全員で話し合い、一目で引きつけることのできるサムネを選んでいく。そしてこの日は企画のロゴが完成する日でもある。ロゴはさまざまな部分に使用され、企画の印象を左右する重要なものである。そのため決断は慎重に行っていく。最終決定
前のやつで5パターンぐらい、うん、まあなんかこう明朝体で結構カーニングも開けててとか、うんはい、ちょっと斜めにしたりとか、うん、いろいろ、うん、でこういう普段あの多分出るであろうサムネに当てはめて、うんうん、なんか違和感ないかとか、うん、あれこれだと人生逆転がさ赤の花が入ってないじゃん、うん、そう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 。で最終のはどう？最終的にはあの枠内に収めようみたいな話になりました、うんうんよし、いいじゃない、うん、なんか良くなってきたと思う。いやどうしようかな、いやこっちでいいかな繰り返しそれがこの10個のテーブル全部で行われてきてるよし、大丈夫でしょう。この日、ブルーレイの映像が完成しようとしていた。クソおもろいです。全部届きます。全世界に。おお。全世界すぎた。無事ブルーレイの映像が完成した。そしてブルーレイの完成は同時に YouTube の編集が本格的に始まることを意味していた。今のところ一応、はい、オフラインがまず上がります、うん、で、まあ、3日あります、うん、修正期間が。でその後そのパートごとにまあ大体3日一応他の仕事もあるだろうが一応あるっていう状態。あれできたらまあ完成版見てまたちょっと修正したいのもあるんだよな。誰しもです。まあ俺もね、その流れ、その音楽つけてからもう一回修正みたいなのはあった方がクオリティは上がるなとはね、ずっと思ってたんだけどね。発注表書いたら発注表のなんか説明じゃないけど、あの西尾と服部になんかここはこういうイメージのアニメーションでみたいな、まあ、プレビューみたいなやつだね。以上です。ありがとうございます。はい、全然全然。はい、この日は予告が公開されチケットが発売される日。今回は前回の東京、大阪に加え福岡でも上映会が行われる。出てるっぽいっすね。前回2時間ですから、うん、今回そのどれぐらいの記録を更新できるか、うん、それ東京会場がってことですね。東京前回2時間、大阪に2日間ぐらいかかったから、うん、大阪どうなんだろう。大阪と福岡は割と余裕あると思うんだよね、うん、あの大阪ももう絵は終わっちゃってますね、うん、お、東京売り切れました。お、23分ですね。すごいね。これはあの前回の2時間大幅に上回る。東京はちょっと増やさないとかもね。あの公演自体をってこと。2公演とか、うん、だって大阪とかはね、全然まだありますから、ね、うん、3会場全てが無事完売した。回を重ねるごとに人気と期待が高まっていく上映会。ちょっとでもやなんだよな、もう絶対面白いやんみたいなコメントとかめっちゃ来てるじゃないですか。それ見たらちょっと落ちるんで。落ちるんですね。いやだってこれつまんなかったらどうするってこれで次埋まんなかったら俺のせいかも出てくるじゃんそんなんとかも考え出したらちょっとキリがないんでね。まあまあこれはもう起きたことをね、起きたことをどう面白く伝えていくかなんですけど、その起きたこと自体変えられないんで、うん、まあもうねやるしかないですけど。ここからある男が日本を出国しようとしていた。はい、ということで、はい、来ました、羽田空港です、はい、行かせていただいて。我々は偽企画を伝え、この多重債務者の実態を探っていた。っていう感じです。ここ長いとか、ここどのこのっていうのがあれば。ちょっとなんか俺的に長いな、やっぱ背景がないから、ね、長く感じちゃった。俺が思ったのは、まあ、ギャンブルシーンの最初ネタバラシをしない方がいいなと思ったな、まず1個で。ドイタニと同じ感覚でハラハラできるタイミングが多分パート1で1個もなくなっちゃうから、多分あれは普通にもう
そこからどうなっていくんだっていうのをこう減っていくのをシンプルに見せた方がいいと思う。結構新規向けきついなっていうのがなんか第一の感想で、まあ、ドイタニのその語ってるところとかも後半だったらやっと新規でも聞けるんだけど、本当に初めて見たで借金背負った男のなんか発言を別に禁言だとはあんま思わないんだよね。なんかだからこうドイタニの考え方とかを出していくんだとしたら、なんかちゃんと後半になってからの方がいいと思うし、多分ドイタニが今までやってたのがブルーレイだったんだよねずっと、うん、でブルーレイって俺らの視聴者が見てる前提で作るから、なんかキャラクター分かった前提とかなんかその、うん、なんだけど今回 YouTube になると新規向けに作んなきゃいけないっていうところでの修正みたいな感じだったかな、うん、いやパート1はねむずいのよ、うん、もうパート2だったら俺多分あんなに言わないと思うんだけど、うん、パート1は本当に大事なんだよね。多分俺見やすさ担当だから、見やすいかどうかは結構シビアに言う立場かなと思ってるって感じ、まあ、とにかくなんかドイテンがどこにかけてルーレットが回っててどこに落ちたらいくら減るんだとかっていうのがちゃんとなんか終えた方がいいなと思う。プレビューどうした？いやでもちょっとひとまずまあ一番重い作業は終わったんで、うん、まあこっからまあある程度使うシーンの抜粋と、うん、まあ、流れのなんかひな形みたいなのができたんだと思う。今日出た修正点を聞いて並び替える作業なんで、まあ若干気持ち的には若干楽っすね、うん、ここまでがやっぱねしんどいんで、最初の部分とかのところ、はい、岩田から割と大きめの修正じゃないけどこう変えた方がいいんじゃないかみたいな話あったじゃん。はい、あそこら辺はまあその作業的には別にそんなに苦じゃない、うん、作業的にはっていうかやることとしては別にそんな苦な作業ではないです、うん、まあ、割と楽しそうかなっていうのはあるんですけど、まあ一個怖いのはその時間的な問題ですよね。これを一回フラットな目でもう一回見てで出てきた修正点とかを考えてまあいろいろ組み替えていく作業なんで、ようやくなんかちょっとまともな状態の作業が続くかなって感じですね、うん、そのまでまでの作業ってなんかもうなんか全部のシーンがよく見えるし全部のシーンがいらなく見えてくるみたいな、うん、取捨選択が一番しんどいんでそこはもう一旦終わったんで、うん、あとはって感じです。土井谷が弱音を吐くことはなかった。自分の編集と並行してそれぞれの担当とコミュニケーションを取り理想の映像に近づけていく。その指示をもとに全員が動画の完成を目指した。そしてついに動画が完成する。あ、OK、 やったよ。やったよ。完成しましたね。はい、ようやく完成しましたね。長かった。どうですか、出来栄えは。いやもう見てもらわないと分かんないですよねこればっかりは、うん、ぶっちゃけ。でまあまあまあ、うん、まあできる限りのことやったんじゃないですか、うん、でもあとは見てもらってもう反応を知るしかないですよねこれは。そうね、3割楽しみぐらいで7割ちょっとどうなのかなぐらいで、ただうん、もうできる限りのことで 100% は出したんで、
なんか特にこのシーン反応気になるとかっていう場所あります？あーまあギャンブルかなやっぱ、うん、面白いのかなシンプルにあ人の金で見てるギャンブルなんで結局はルールが分かる分からないのまあ差もあると思うんでただまあうんわめちゃめちゃ分かりやすくはしたつもりなんでまあそこら辺がちょっとねただ反応には出づらいんでね、うん、まあ終わった後の顔じゃないですか、ね、いろんな人のまあやっぱ最後かな最後、うん、最後須藤のあそこの音入るタイミングと映像入るタイミングは結構何パターンかって一番いいのになった気はするんでねえ涙が溢れるのかって話じゃないですか。おはようございます。待望の上映会が始まった。東京会場、大阪会場と前回の経験を生かし順調にイベントは進んだ。そして最終日、初めての場所となる福岡会場、準備にも緊張が走る。バンカーのスコアは4と3で7、須藤の1枚目はクイーン。ちょっとうるさかったけど、まあ最後だからまあって感じもちょっとはする。音響設備は会場ごとに異なるため、実際に自分たちが様々な位置に座り音量の調整をしていく。5でじゃあお願いします。でこれ須藤が上がってありがとうございましたのタイミングで前頭でいいか、あまあどこ行くんだよのタイミングでいいかもね。時に音楽消えるタイミングとともに前頭した方が多分分かりやすいかもしれない。続々と来場客で席が埋まっていく。最後の登壇っすね。うん、登壇中は自分が喋るとき以外マイクオンにしないでくださいって言われたんだけど結構難しくね。そうマジで言ってるそれ。え、一瞬来てない、まだ来てないんだよ。え、今一瞬楽屋まで行ったんだけど。で、ほら、じゃあ電話す、電話す。いや、繋がんない、携帯だった。大丈夫？いいや、もうしょうがない。さあ、二人いない方がしろ。ちょっと、もう行くしかない。来るか。おはようございます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 。おいおいおい戻ってこいんだよ。今日は僕のために来てくれ、とってありがとう。ありがとうございます、本当に。そんなになっちゃったけど。マジで、でもスターみたいなの。じゃあスターですよ。はい。ちょっと待って。はい。一瞬を。すみません。え？マジで道にちょっと迷ってしまって。来いんの？どこ？早く来いって。後ろだな。マジで。マジで走り回って来たんですけど。いやー、難かったっすね。いや、すげえな。いや。次はね、年末になると思います。で、次の企画も考えてるんですけど、多分皆さん驚くような企画をまた年末にあげると思いますので、ぜひ次回の上映会でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。
というわけで、うん、全部終わりましたね。お疲れ様です。お疲れ様です。須藤さんのおバカなシーン、はい、そこでね、なんか毎回やっぱおおって拍手をきてるんでね、うん、あっ、なんかやっぱあの反応見たら十分じゃないですか。確かに、あのみんな2ヶ月ぐらいやってたじゃないですか、うん、なんかそれがね、いい形で報われたんじゃないですか。この企画の編集からもうお疲れ様でした。お疲れ様でした。ブルーレイ、まあ、撮影編集終わって打ち上げ1回もできなかったですけど、念願の打ち上げです、はい、そして上映会もまあ大成功に終わりまして、まあ、ブルーレイもめちゃくちゃ売れたし、いい感じなんじゃないでしょうか、はい、ということで、まあ、ジョンヤ君、ナツさん、まずはイベスタ、イベスタじゃないか、上映会ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、もうカメラ本当に気にしないで、普通に飲みましょう。はい、はい、はい、お疲れ。乾杯。乾杯。乾杯。マジで怪獣の話だな。無事に終えることができた上映会。この企画を静かに見ていた岩田に話を聞いてみることに。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。上映会が楽しいね。もうあれがね、生きがい。よくあのアーティストがね、ライブ生きがいみたいに言うじゃないですか。もう僕らで言うライブですよ、あれは。あれがあるからなんかこう頑張れてるのもあるし、まあ本当にあの上映会が急にもしなくなったりして普通に YouTube 投稿だけってなった時に、なんかちょっと物足んないなっていう気持ちになると思うんだよね。それはやっぱ上映会良かったなと思うし。そうでしたか。まあ、はい、今回ちょっと追ってて、まあ、岩田さんはあんまり口出ししないって言ってて、で、まあ、でもその中で結構心配してるようなところもあってっていう感じだったと思うんですけど、うんうん、どうでしたか、振り返ってみて。まあ面白かったですね、正直に。率直に面白かったし、なんか土井谷だなっていう感じのオフラインだったんで、なんかあれはあれでいいなと思いましたね。なんかうわ、もうこんなん自分でやっとけばよかったみたいなのはないですね。すごいな、あの時間でよくあれ作ったなみたいな。まあでも、まあ、そもそもね、土井谷には伝え方としても、俺は一回ちょっと抜けたいと、編集会一回抜けて見てみたくて、でも厳しいだろうなと思ってた。シンプルに一人抜けて回すの、逆でもさ、俺が土井谷が抜けて俺が回してくださいって言ったらきついし、だからまあそれでちょっと厳しかったり言ってみたいな、その時は手伝うからみたいな感じで言ったんだけど、結局ねそんなに頼られなかったんですよ。まあちょこっとぐらいで、ほとんどもうあの短い期間で作りきってて、あのクオリティが作れてるから、まあ素直になんかすげえなこいつみたいな思ったね。だしなんか全然それに対して弱音を吐いてるわけでもなかったし、やっぱああいうのさらっとね、涼しい顔して、本人の中ではめっちゃ苦しんでるしもがいてるんだけど、それを周りにあんま見せず涼しい顔してあれを作っちゃうのが、どういったかっこいいところなんじゃない。素晴らしいよ。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、良かったんじゃないですか。おお、だって拍手起きてましたもん。起きてましたね。はい、まあ大満足ですよ。結構狙い通りの感じになった。まあね、そうね、東京はすごかったね、うん、東京は本当に狙った通りでしたね。東京は、東京は、東京は、まあまあまあ、大阪と、ね、福岡はちょっとね、あのまあこっちの多分誘導のミスな感じがしましたけど、うん、ただあの繰り返すとかあったじゃないですか、ルーレットで、うん、なんか割と理想的な受け方してたし、うん、最後に一緒のとこも拍手って起きてたし、で、なんか顔、福岡では顔を撮ってたでしょ、うん、顔のリアクション的には声には出さないけどちゃんと出てたんでね、よかったんじゃないですか。よかったですね。うん、
まあ、割と岩田がやってたようなことを全部担当したみたいな感じだったじゃないですか。はい。なんか感じたこととかありますか？大変ですけど、まあ、うん。まあ、大変ですけど、まあ、あれじゃないですか、その、賛否的なものを浴びれるかどうかみたいなのもあるじゃないですか。うん。だから、大事なんじゃないですかね。大事というか、いい経験になったんじゃないですか。あの、白秋的なやつ浴びてたら、まあ、ああ、もう、結構ね、しんどいなって思った時もあったし、無理だろうって思った瞬間もあったんですけど、まあ、あの反応が入ってきたらもう全部、もういいや、オールオッケーみたいな感じになるんで、まあ、楽しかったです、上位からは。あとも YouTube の反応次第じゃないですか。疲れた。Though you're earthbound